こんにちは。5月からちょっと新しいことをやろうと思っておりまして、中学校、今年から中学校1年生になられる方、ご入学おめでとうございます。今は小学校から英語を勉強しますので、教科書は意外とスラスラスラって学校で飛ばされるかもしれません。なので今日は教科書ガイドのようなものをやってみたいと思っております。参考になるテキストはニューホライズンのテキストを使っていきたいと思います。同じ学校の方はこの教科書を見て勉強しましょう。違う、学校の方、違う教科書の方も多分同じような文法になるかなと思いますので、もし参考にできれば参考にしてください。それでは、ニューホライズン、ユニット1からいきます。もう最初から長文が出てきています。こちらの方をやってみたいと思います。まず読みますね。まず読みますね。しっかり聞いてくださいね。Hello everyone, I'm Margaret Brown. Call me Meg. I'm from Australia. I'm 12.I like Japanese food. I love sushi. I often drink green tea too. 次いきますね。Are you from Sydney? Yes, I am. So, are you a rugby fan? No, I'm not. I'm a cricket fan. こういう文が2ページにわたって出てきています。どの教科書もまず挨拶から入ると思います。こちら、ここにちょっと絵を描きましたけれど、これはお家で勉強するやり方です。自習学習の例なので、よかったらやってくださいね。ノートね、自分の自習学習用にノートを1冊用意してください。で、そのノートの左側には日本語だけ、そして右側には英語だけというふうに使っていきます。これをすると訳、それからスペル、そして文法なんかも全部一石三鳥で自分で、勉強することができます。この方法を一度試してみてください。これで英作をする力もつくはずなのでいいと思いますよ。はい、ちょっと話がそびれましたけれど、もう一度読みますね。 Hello everyone, I'm Margaret Brown. Call me Meg. I'm from Australia. I'm 12. I like Japanese food. I love sushi. I often drink green tea tooAre you from Sydney? Yes, I am. So, are you a rugby fan? No, I'm not. I'm a cricket fan. 2ページ分やります。ここに青いちょんちょんちょんってついてるの見えますか？これはアクセントと言います。アクセント記号ですね。ここにストレス、つまりアクセントを置いて、発音します。Hello ではなくて、まあ、もちろん Hello っていう時もあるんですが、ここは大概 Hello は後ろの方にアクセントがつきます。 Hello Hello、 はい、皆さんも言ってみてください。 Hello Hello、 言えましたか？はい、 Everyone、 これみんなという意味です。皆さんこんにちはっていうふうに言ってますね。 Everyone は一番最初にアクセントがきます。 EveryoneEveryone、 言えましたか？そしてここはマーガレット・ブラウンさんです。女の子ですね。私はマーガレット・ブラウンです、ね、ここはこのままでいいと思います。マーガレット・ブラウンですね。そして Call me Meg。 マーガレットっていうのはちょっと長いので、英語ではこういうふうに Meg って言ったり、あとはいろんな呼び方がありますね。エリザベスだとベスって呼んでみたりとか、ベキーって呼んでみたりとか、いろいろありますね。今回はメグと呼んでくださいってことです。 Call me Meg。 Call は呼ぶ、
みは私を呼んでください。なんて読むのか、メグと呼んでくださいという意味になります。そして次、 I'm from Australia。 ここ from、 この from っていう意味は何々からという意味なんですが、この人は I'm from Australia、 あ、オーストラリアだとね、オーストラリア出身です。出身ってわかりますか？自宅にオーストラリアがあったり、オーストラリアで生まれたりね、オーストラリアから来ましたという意味にもなります。で、オーストラリアは日本語ではオーストラリアですけれど、英語ではここのレイリアの後ろにアクセントがつきます。オーストラリア、言ってみましょうか。オーストラリア、オーストラリア、言えましたか？ここで I'm from Australia。 そして I'm 12なんだろうな。小学校で数字やりましたね。はい、この方は12歳です。 I'm 12。 そして次、 I like Japanese food。 この Japanese は日本のって意味ですね。 Japanese、 これはここに後ろの方にアクセントがあるので、ジャパニーズじゃなくてジャパニーズになります。ジャパニーズ。そしてフードはフード、フード。こちらにもアクセントあります。 I like Japanese food。 これで私は日本和食ですね、日本の料理が好きです、食べ物が好きです。そして I love sushi。 I love sushi、お寿司が特に好きだ。ラブ、ライクよりラブの方が大好きっていう意味が入っていますね。ライクよりもラブね、使ってみると素敵ですよ。私は、お寿司が好きです。 I love 寿司。そして I often drink green tea too。 こちら often、 一番最初に often、 これは時々、しばしば、よくとかっていう意味の副詞になります。ここのオーフンが入る場所に気をつけてくださいね。Drink、 飲むという動詞の前に来ます。前に来ます。はい、そして I often drink、 drink、 飲むですね。そして green tea、 green tea、 green tea やから緑茶とか緑のお茶、紅茶じゃなくて日本茶のことで言いますね。そして最後に too、 これはもという意味です。だから I often drink tea too、 私は緑茶も飲みますよ、しばしばね、私はしばしば、緑茶も飲みますという意味になります。はい、じゃあここからここまで私の後について、言ってみてください。皆さん一緒に発音しましょうね。 Hello everyoneI'm Margaret Brown. Okay. Call me Meg. I'm from Australia. I'm 12. I like Japanese food. I love sushi.I often drink green tea too.言えましたか？はい、では次、下の段いきますよ。Are you from Sydney? お、Are you になってますね。そして最後にこれ、クエスチョンマークがついていますね。これは質問する文、疑問文と呼びます。質問する文ですね。あなたはシドニー出身ですかと聞いてます。なので発音するときはクエスチョンマークついてるので、後ろ、抑揚上げてみましょう。 Are you from Sydney? ちょっと発音一緒にしましょうか。 Are you from Sydney? はい、上上がりましたか。そしたらこの、メグさんは Yes, I am と言いました。はい、そうです、オーストラリアの、シドニー出身だそうですよ。そして So, are you a rugby fan?
ラグビー、日本でも少し有名になりましたね、ラグビーね。結構マイナーなスポーツなんですけど、このラグビーはオーストラリアでもすごく人気のあるスポーツですね。ファンっていうのはラグビーファン、ね、野球ファンとかね、なんとかの誰々さんのファンっていうファンですね。で、ここについてる so っていうのは接続詞という意味で、シドニー、オーストラリアのシドニー出身であれば、そうだったらば、Are you a rugby fan? あなたってラグビーのファンですか?っていう、ちょっとまあ、特に日本語に訳す必要はないんですが、接続詞として、だったらば、だからっていうふうな意味で使ってくださいね。そしてラグビーファンですか?って聞かれたメグは、No, I'm not. No, I'm not. 私は違いますよ。違うんだって。そして、何のファンかというと、I'm a cricket fan. I'm a cricket fan. クリケットっていうのも、オーストラリアでは有名な人気のあるスポーツです。I'm a cricket fan. これでクリケットファンです。ここまでの文ですね。では、こちらの文。一緒に読んでみましょう。後についてくださいね。Are you from Sydney? Yes, I am. So, are you a rugby fan? No, I'm not. I'm a cricket fan.言えましたか?はい、ここが2ページのちょっと挨拶文になっておりますね。で、先ほどのこちらのノートの話なんですが、これね、何回も何回も十何回も何十回も読んで頭の中にまず叩き込みましょう。ね、口でまず覚える。口で覚えるってことは自分の耳に自分の声が入るということですね。なので、言うだけじゃなくて、耳にも英語が入る。一石二鳥ですよ。まず一生懸命読みましょう。そしてこの日本語訳、今私が言いましたね。この日本語訳をこちらの左のページに書いていきます。一行ずつ書いていきましょう。ね、そして中間テストとか定期テストの前になったら教科書を見ないで自分が書いた日本語だけでこちら英語を書いてみましょう。そうすると書けない文または書けない単語ね、まだまだ覚えきれてない単語なんかが分かってきます。あ、私これクリケットって書けないやとか、私ってそうだね、ライクって書けないやっていう書けないものが自分で発見できます。なので日本語訳を書いた後にテストの前になったら教科書を見ないで自分でここに英文を作ってみましょう。こんな感じでね、 I'm Margaret Brownが Call me Meg っていう風に自分で書いた日本語を見ながら英語で書いていきましょう。そして書くときは必ず声に出して書きましょうね。 Hello everyone という風に、声に出して書いていきます。そして書き終わったら教科書を開いて自分で書いた英語がバッチリ合ってるかどうか確認してみてください。そうしたら書けないところ、そして覚えていない単語、ちょっとあやふやなところなんかが見えてきます。自分で発見することができます。なのでこの方法は必ずやってみてくださいね。はい、そして今日の、ポイントなんですが、ここの I'm と書いてますね。ここに I'm とずっと I'm っていうのが書かれてますね。この I'm っていうのは I am の短くなった、短縮した形です。ここの I'm のこの上にあるこのちょん、
これはアポストロフィーと言います。アポストロフィーと言って、ここの A のところ、アイアムの A のところを省略しましたよっていう印です。アイアム、本来ならアイアムと書くところ、A を飛ばしましたよっていう意味のアポストロフィーです。なので I アポストロフィー M というふうに読みます。そしてもう一つの言い方、 Call me 誰々っていうのね、私のことを誰々と呼んでくださいっていう時に Call me、って自分のあだ名でもいいし、呼びやすい名前でもいいし、名前のまんまでもいいですね。 Call me 誰々、これで読んでくださいという意味になります。はい、そしてここに、12歳というね、12という数字が出てきましたね。こちらの方は教科書159ページに数字が載っております。小学校で、どこまで数えたのかな、100まで行ったのかな、小学校で数を習ったはずなんですが、なかなかスペル書くところまでは行っていないと思うので、せめて自分の年齢だけでも12、ね、書いてみてくださいね。書けるようにしましょう。そしてここのグリーンティーのここのグリーンですね、色ですね、カラーですね、グリーン、ピンク、レッド、ブラック、ホワイト、この辺も全部わかるかな。153ページに書いてあります。これも書けるように してくださいね。小学校ではなかなか書くことはなかったと思うんですけれど、中学校になって中間テスト、期末テストになるとどうしてもペーパーでね書くことになるから、スペルをちゃんと書けるようにしておきましょう。はい、で今日の重要な項目、この2つ、これを覚えていきましょう。 be 動詞という動詞と一般動詞という動詞、この2種類、これとこれに全部入っています。で、 be 動詞というのはなんだっていうと、 am, is, are のこの3つ、これが be 動詞と呼ばれるものです。B 動詞見てみましょうかね。ここに I'm の、本当は I am ですよね。そしてここにも I'm の I am があります。そして Are you のここの Are がありますね。ここにも Are you、ここにも Am がありましたね。そして I'm not、そして I'm、 これらが全部 B 動詞と呼ばれるものです。そして次の一般動詞ですが、一般動詞は be 動詞以外の動詞のことを言います。例えば、ここで言う like、好きです。この like、一般動詞ですよ。そして drink、飲む、これも一般動詞です。この2種類が入っております。一般動詞っていうのは be 動詞以外のものを言います。小学校では play とか like、watch、なんかも一般動詞として習っているはずです。この2つ、今回ね、重要なところです。そしてもう一つ、Are you、 あなたはふにゃらふにゃらですかって聞かれた場合の、はい、そうですという答え方と、いいえ、違います、この2つの答え方、ちゃんとできるように、書けるようにしておきましょう。よろしいでしょうか。はい、もし質問がありましたらコメント欄ね、書いてみてください。はい、それでは頑張ってくださいね。バイバイ、 See you again。